最近マジでさ乾燥がひどくてさ、何度もうほんと手もいっぱい洗うからさ、もうカッサカサでさ、この辺もカッサカサ、たくたまだーい。なんかさ、別にそんなに意識はしてないんだけどさ、やっぱりなんか空が曇ってるなみたいな時あるよね。なんかちょっと霞んでるなって、やっぱ向こうの大陸の方からさ、こうやっぱ来るんだろうね。なんかカツタマが、カツタマがなんか最近僕淡路んちとかで家に住むというか泊まるんですけど、一泊して、はい、そこでまあ動画とか撮ったりするんですけど、上杉の部屋で寝てるんですけど、うん、ちょっとね、床がやっぱ硬すぎてね、そうだね、腰がね、うん、痛いんですよ本当に。はい、はい、もうマジで痛くて今日もやばいんですけど、うん、腰玉だ何言ってんの丸見えなかったしね丸見えないしいや、ずっと思ってたんですけども、うん、まあ、大切な部分だから、まあ、金ってつけたのかもしれないですけど、実際金じゃないと思いません？うん、まあ、その医療的に見たこともないですし、実際玉なのか分かんないじゃないですか。うん、だからそれだったらどっちかというとその金って言われる金玉だい。すごいな。すごいな。すごいな。ちゃんとダメだな。ちゃんとダメじゃん。何がね。いや別に。ちゃんとダメじゃん。別に言ってもいいんですよ、チン玉は。ある言葉じゃないから大丈夫。はい、大丈夫ですよ。玉ねぎチンするのチン玉っていう。あ、そういう意味です。言わないです。言わないですけど、はい、焦げないですしね、うん、焦げてないのよ。いじるなよ。焦げずに玉ねぎいじりすな。でも最近のはチンじゃないピーなんだよ。チンってその古いタイプのレンジだね。もうトースターでも効かないぐらいの。でもなんかやっぱそうすると甘みが増すしね、うん、確かに、うん、確かに。何の話してるの。いやもういいもん、その何で広げてんすか。玉ねぎで。さあ、ということで今日は月に一度の楽しみ、モンタマカジいきたいと思います。はい、モンタマガチャ、はいはい、いきましょうか。はい、はい、うん、ここでできれば発言を潰したいっていう気持ちは常にあるよね。そうなんですよね。モンタマ以外に引くもんないもんね。発言を潰せるガチャ他にいっぱいあるんですけどね。いやでもやっぱ無料で毎月必ず引けるっていう。できればここで発言をなるべく引きたくない。そうですね、うんうん、発言をなるべく引きたいじゃん。引きたいんでしょ。発言をなるべく引いといて潰しといて、うん、で拠点の発言獲得ガチャで風違うよ。欲しいものを引きたいんだよ。そうなんですよ。こんがらがってます考えが。そうですね、2週3週欲しいものはいらないんで、発言を潰して欲しいものが欲しいんだよ。欲しいものがとにかく欲しいんだから。そう、確かに。なんだろうな、今僕が欲しいの。まあでも近畿もね。あ、近畿ね、そうだ。悲しくなっちゃったな、ちょっと。ベイカーズとかがさ、もうなくても勝てるようになっちゃってさ。ね、さ、そうなんだ。何が強いんですか、ベイカーズじゃなく。ゼフォンアルファとか。ゼフォンアルファとか出てきちゃって。ユージオも強いしね。確かに、うん、じゃあ僕が欲しいのは、はい、大国主。まだ言ってる。伝言をあんなに当てたの。伝言でいいでしょ。伝言も強いし、鬼丸もアザゼルの、ね、重心化もめっちゃ強いし、ね、なんだろう今。まあでもやっぱ丸太とかが欲しいかな、うん、そうですね、うん、はい、じゃあいきます。最後あたりですよ、丸太。さあ来い、ストライクショット、ショットショット、タクタマダイ。さあ来い。どうだ俺のタクタマ。タクちゃん来い。よいしょ。おお、イメージだ。イメージ持ってるな。めちゃくちゃ初期、ね、いや9の僕いけんな。めちゃくちゃ初期。9ももう9はもうやることもほぼほぼないし、なかなか回ってこない。そう、回ってこない。スキップで、スキップで、ね、しかも姫路使わなくてもいけるし、普通に負けますね僕は。 9? 大体ウサギやっちゃってますね。あ、そうそうそう、たまにやるとね、強くなりすぎるとね、うん、はい、はい、ということで拓也は姫路でした、はい、よっしゃ、はい、次の人に帰ります。はい、はい、24の僕、24だ。しんすけ、しんすけ、しんさ、しんすけです。深すぎね、うん、しんすけだね、うん、しんすけ、はい、4です。これは本当に4だ、初じゃないですか本当に。これはね、でも今の
俺と違うから先月の、まあ、まだあれだけどその1ヶ月前の俺が4、うん、もう来月の俺はもう5だから。ちょっと何言ってるか、何言ってんだ。ずっと、ずっと今でもモチベすごいじゃんやっぱ。ずっと何言ってんすかね。布川さんだ。やっぱりね今ほらキンキの追加来て、そうですね、こうなんかすごい今モチベ爆上がり中なんで、今月だけ読んで勘弁してくださいっていうのだけちょっとすみません。まあまあ許します。ログインしてるだけで満足感ありましたから今月先月はやっぱりね。確かに仮面ライダー終わってねちょっとね。そうか。よし行きます、はい、僕はでもまあ近畿楽になったけどやっぱちょっと苦戦するのは22かな、うんうんうん、パスカル。そうですね。ああパスカルいいね、うん、でもさ本当にミラクルミン使えるようになってさ。確かに本当だね、うん、本当ありがてえ。でかいっすね、うんうん、そうか、うん、そうだから本当に21からね4まで5か、うん、5までか22とか本当最後ちょっと残るとこがあんのよ、うん、あれがあれ早っ。いやそれ雑に引いてるじゃないですか。読んでもちゃんとちょっとちょっとちょっと発言発言発言パスカル。あーわーハンニバル。ハンニバルだ。ハンニバルだ。まあ近畿ね。そうか近畿か。ラグナロク。あラグナロクか。あれこれあ違うこれ使えないか。あ1も使えるわ。それ我慢。あそうだそうだそうだ使えんだか。でもこれも重心化はまだだもんね。そうっすね。そうだな。まあでもしょうがない。持ってるもう何個も持ってるけど、うん、まあまあこれ今後の中心化に期待。はい、うんはい、よしじゃあ、はい、大島に、はい、あります、はい、はい、それでは、はい、私も引いていきたいと思います、はいはい、僕は大谷。いやいや翔平は翔平じゃない。1072日ぶりでしたっけね。いや違う翔平じゃないです。えでも火属性と水の二刀流だっけ。いや違うすごい最強キャラじゃないですか。違いますよ。違うエンジェルスじゃないな。29の極適正なんですけど、はいはいはい、いなすぎて適正が、うん、はい、常闇くんしか僕持ってないから、うんうんうん、29はあの降臨のつららかなをマジチョコで。あと何がいけんのじゃん。常闇くん見せてあげれば。ね見せてあげればってなんで。そいつなんだよ。隣から出てきて。いやコメント欄をイメージしたら。じゃあなんかね謎のおつぼねみたいな、うん、見せてあげないよ女友達。あのやられたやつ告白についてきた女友達これだ。あジュズマルがいけんの。ジュズマルはどんぐらいいけんの。ハレックス、ハレックスはでも、うん、キウイジキッツ、ね、これ無理だ。何これだからこれを2体ショコで取ってきて。えでもそれで勝てんだ。いや相当きついっす、まあ、29はだからまあキャラいないときついかなっていう。これは無理だ。じゃああれだね。マジで無理だ、うん、じゃあ刺さるね。もう刺さるの決定だわ。え何がですか。何五条さんが。おいやめとけ。えリークだ。未確定なこと言いやがって。どうすんだよ来なかったみんなワクワクして、うんそうだ、まあそうだ、ね、それは闇で五条先生来て刺さればいいなっていう。まあまあいいですけどね。来そうですけどね。まあそうだね。じゃあいきますね。今な失言だった。まあここで大谷出しますんで僕はみんなに貸しますし、はい、大谷欲しい。頼むいきます。ストライクショットショットショット。なんで今みんなに貸しますし、はい、貸してあげます。貸してくれっつって、はい、僕に多分依存すると思う。はい、来い大谷。大谷。金見ちゃん。もんたま。爽やかに出てきたな。うん、金見ちゃんだ。まあまあね。一番なんか対局にありそうなね。そうですね。そうね。確かに。懐かしいキャラだ。友達になれないもんね。多分大谷をしすると。なれなそうですね。まあまあまあありがとうございます。はい。はい。はいじゃあ次は、はい、では私が行きます、はい、わっちゃん。これなんだ、あれメダルの稼ぎのやつ。正解。いや正解じゃなくて、もっとあ、そっか、カオルシ。あ、お、わかった。メダル稼ぎをノラマルチで言ってた、はい、大正解でございます。なんでそんな2体も2体あるんでしょう。え、これいや、僕がホストの場合ですよ、あれは。そうだよね、うん、あと2体は別にいらないからってことで。あ、何でもいいからって。何でもいいからってことで。大正解でございました。むずすぎる。残り2個のヒントねえじゃん。
カオル君だけの情報、カオル君だけの情報でというわけで、私も大谷が欲しいです聞いてんでしょ、はい、いやでもペルセウスとかも欲しいです ね、相変わらず、ね、それはそうよ、持ってないキャラ来てください、はい、ストライク、ショットショットショット、ここで狙い通りのキャラ引けるの、いや相当です、相当の確率だね、うん、来い来い、持ってないの、うわぁ近畿祭りですね、9、うん、の極きついって言ってたから、いやいや全然もう言ってた言ってた、もう使うかどうか怪しいぐらいでしょ、オベロ今オベロなんて、いやまあまあ近畿のためにちょっと調整してくれてる感ありますね、2年前だったら2年前だったら歓喜だった、歓喜です、いやぁほんとだ、2年前じゃないんです、あ、はい、なるほど、ね、いやまあこんな感じですね、はい、はい、ということでまた来月もね、はい、はい、貯めて引きましょう、はい、はい、皆さんは何出たでしょうか、ぜひコメント欄で教えてください、その他広報、広報か、その他広報か、総務か、総務かじゃない営業かさあということで皆さんは何が出たでしょうか、はい、コメント欄で教えてください、その他高評価チャンネル登録もお待ちしております、今日も見てくれてありがとうございます、また明日も見てね、バイバイ、バイバイ。